はいどうも、ナビゲーターギャラリーございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回紹介する画材はですね、こちらの桜クレパスさんから発売がスタートしているボールサイン ID プラスをご紹介できればなと思っております。こちらですね、新発売の商品でございまして、以前僕がご紹介させていただいた半年前ぐらいになるのかな、ボールサイン ID っていうね、ボールペンご紹介させていただいたんですけども、それに続いてですね、またさらに進化を重ねたこちらボールサイン ID プラスでございます。まあね、以前の動画ではですね、6本ご紹介させていただいたんですけども、今回新発売はですね、なんと3本しかね、発売されてないっていうことで、まあね、本数のね、変化もあるのかなと思っております。まあね、どちらもですね、同じようなですね、一つ、大きな特徴がございまして、すべてですね、こちらの3本もそうですし、以前の動画もそうなんですけども、すべて違う色の黒でですね、販売がスタートしております。それぞれ違う黒っていうのはね、どこかで皆さんも聞いたことあると思うんですけど、僕ね、以前もですね、違うボールペンでですね、黒のボールペンでですね、いろんな黒をですね、ご紹介させていただいたりとかもしてるので、最近流行ってんのかなっていうのがね、正直は思いますけども、確かに黒でもですね、遊び心あって違うね、若干これはね、ブラックと言っても違うブラックなんだということでですね、日常ね、それをそれぞれ変えることによってですね、また変化があるからね、それも楽しいのかなと思いますしね、今回ですね、こちらのね、ボールサイン ID プラスっていうことで、何が変化があったのかって話なんだよね。前回のですね、ボールサイン ID はお値段としてはですね、220円、1本ね、220円税込みだったんですけども、今回はですね、税込み385円、本体価格350円っていうことで、結構値上がりしてるんだよね。じゃあ何が違うかっていうのをですね、今回ね、皆さんと一緒にですね、ちょっと動画でですね、比べてみようかなと思っております。ちなみにですね、隣にボールサイン ID もあるので、このような形で並べてみると、若干ですね、見た目にもですね、違いがあるのかなと思っております。まずですね、ちなみに色の種類なんですけども、今回のですね、ボールサイン ID プラスって言われるものは、フォレストブラック、ピュアブラック、ナイトブラックのですね、3色展開となっております。そしてですね、なぜこの軸が色が違うかというとですね、軸ごとでボール系のサイズが違いまして、こちらのね、シルバーっぽい色の軸は 0.4mm のボール系サイズでございます。ここのね、シールのラベル見ていただければですね、確認できるので、ぜひね、買うときはこちらをね、参考にしていただければいいかなと思います。そしてですね、黒の軸に関してはですね、ボール系のサイズが 0.5mm となっております。今回ね、新発売この3本だったっていうことで、先ほど言いました3色の黒インキから自分好みの黒を選び、個性を表現できますっていうのがですね、ホームページに書かれておりまして、先ほど言った通りかなと思いますね。自分がですね、相性が良さそうなペンを手に取っていただければいいかなと思います。そしてですね、光沢感があるシルバーグリップで上質感のあるデザインにっていうことで、若干ですね、テカリっていうんですかね、がちょっと違うのかなと思いますね。こちらのですね、新発売の方はですね、ちょっとね、自分の顔が映るぐらいのですね、光り方をしてるんですけども、その以前のですね、ボールサイン ID に関してはもうステンレス感がすごい強めかなと思いますね。ちょっとこっちの方がですね、輝きが違うのがね、皆さんも動画でわかるんじゃないかなと思います。ちょっと鏡みたいな感じになってるのがですね、新発売のね、一つかなと思います。そしてですね、クリップのこのね、押し方っていうか、クリップか。ここをですね、押してみる感覚なんですけども、若干、新発売の方がちょっと重めかなっていう感じはしてるかなって正直思っております。こっちの方がね、全体としてっていうか、持った感覚もですね、軽いんですよね。こちらの新発売のボールサイン ID プラスに関してはですね、ちょっと重めな感じがしておりまして、僕はですね、以前紹介したユニボール 1F っていうね、ボールペンもあるんですけども、そちらの時と同じぐらいの重さな気はしてますね。隣にですね、ユニボール 1F もあるんですけども、これと比べると、ボールサイン ID プラスの方が軽いかなと思いますね。これが一番重くて、これが中間で、そしてですね、ボールサイン ID はですね、めちゃめちゃ軽いっていうレベルですね。それを言ったところでですね、皆さんどういう感覚っていうのがね、ちょっと分かりにくいとは思うんですけども、ぜひね、文房具屋さんに確かめていただければいいかなと思います。そしてですね、本体は適度なグリップ感で握りやすいマット素材っていうことで、その握りやすさって言われるものはですね、ボールサイン ID の時と変わらずですね、ここがですね、六角形になっててですね、そしてですね、このね、ペン先の部分、ここのですね、金属の部分ですね、ここが丸くなってて、結構持ちやすいのかなって思います。若干ですね、質感もね、マット素材っていうことで、こちらの時よりも、こちらの方がですね、温かみを感じるね、ボールペンになってんのかなと思います。触ってみるとわかるんですけども、なんかね、こっちはですね、めちゃめちゃ冷たい。まあ結構ね、これをですね、まあ普通に僕がですね、ボールペンゾーンで置いてた、放置してたっていう部分はあるので、まあ冷え切ったっていうのもあるのかもしれないんですけども、結構ね、こちらの方がなんかね、持ってて、まあ温かみ、握りやすさっていうのは大きいのかなと思いますね。まあ若干ですね、太さも全然違うっていうのがありまして、まあそこからもね、重さがね、違う部分にはなってくるのかなと思っております。そしてですね、ペン先は削り出しの金属ですってことで、ここのことですね。あ、ちょっとね、新しいのでですね、これがポッツンがついておりましたけども、こんな感じでございます。ちょっとペン先も比べてみましょうか。同じですね、ピュアブラックっていうことで、ちょっと左側の方が新発売のペン先でございます。こんな感じでですね、新発売の部分は、この金属の部分ですね、1段階、2段階、3段階っていう感じでペン先に届いてるんですけども、こちらのですね、まあ、古い方っていう言い方は違うかもしれないけども、そのボールサイン ID の方のペン先はこのような形でですね、まあ、1段階、2段階目でペン先が来るということで、こちらですね、比べていただけるとですね、もう全然違うのがわかるんじゃないかなと思います。新発売のですね、プラスの方が高級感をですね、皆さん感じれるんじゃないかなと思いますし、まあ、こちらのですね、金属部分もですね、まあ、鏡みたいな感じで跳ね返って自分の顔が見えるんじゃないかっていう感じでですね、こちらのクリップ部分とですね、似てるような材質なのかなって正直思います。まあ、そしてですね、低重心のため安定した書き心地っていうことで、これがですね、まあ、ボールサイン ID の時は、まあ、書かれてたのかもしれないんですけど、僕がですね、まあ、以前自分の動画をですね、見返してみた時に、低重心っていうのはですね、説明してなかったんだよね。今最近の流行りのボールペンって結構何でも低重心でして、この下の方にですね、重心を置くことによって、書く時にですね、安定して書けるっていうのが、今最近のですね、ボールペンの流行りっていうことで、もう流行りを取り入れてるのがですね、もう見てね、わかるんじゃないかなと思います。そしてですね、段階的に細くなるフォルムで筆記面が見やすいってことで、先ほどペン先見せましたけども、まあこちらですね、だんだん細くなることによって、一つでですね、まあ一辺になってるっていうか、ペン先までがまっすぐに進んでたら、ペン先見えなくなってしまうんですけども、これね、だんだん細くなってるってことで、その文字を書いててもですね、後ろのね、面が見えるので、書きやすさっていうのがですね、上がるのかなと思っております。まあそれがですね、今回の特徴でございまして、まあボールサイン ID とボールサイン ID プラスということで、新たなですね、まあプラスされた部分っていうのも大きいのかなと思っております。まあ見ての通りですね、まあ385円ということで、なかなかボールペンとしてはですね、高いお値段になってくると思うんですけども、まあボールサイン ID が好きな方だったらですね、まあプラス買ってもいいのかなと思います。まあこれから試し書きしてみてですね、どんな感覚で書けるかっていうのは皆さんにお伝えするんですけども、その後はですね、こちらのボールサイン ID プラスを使って絵を描かせていただこうと思うので、最後の最後まで見ていただければなと思います。では皆さんと一緒にですね、試し書きしていきたいと思います。レッツゴー！じゃあね、今から試し書きしていこうと思います。まずは、ピュアブラックでございます。こちらは 0.5mm。せーの、よいしょー。はい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 。普通に書きやすいな。マジか。普通に 0.5 だけど、もう感覚としてはですね、細いから 0.5 に感じはしないかなって思います。ぶっちゃけさ、0.5 って今までっていうか、僕が使ってきたボールペンのイメージだと、手帳にはですね、やっぱり僕はちっちゃいね、ミリ数っていうか 0.38 とかの方が書きやすいなっていうのをね、今まで感じてたんですけども、こちらのですね、ボールサイン ID プラスの 0.5 ミリに関してはですね、手帳でも全然ですね、細さをね、そのままですね、感じれるんじゃないかなと思います。まあ、文字に関してもですね、あ、い、う、え、おって、このような形で、まあね、先ほど言いましたけども、だんだんですね、ペン先につれてですね、細くなってるってことで、まあ、この紙がですね、後ろまで見えてるっていうのがですね、わかりやすいのかなと思っております。これもですね、書き心地の良さにね、繋がってくる特徴の一つなのかなと思います。じゃあね、次なんですけども、フォレストブラックの 0.4 ミリっていうことで、まあ、細さをですね、ちょっとチェックしようと思うので 0.5 ですね。ちょっと一回ね、長い線を引いておいて、これがですね 0.5 でございます。せーの、よいしょー。はいはいはい。結構 0.4 って言っても細いのがすごいな。 0.4 に感じないぐらいの細さしてますね。まあ書きやすさって言ったらですね、もうめちゃめちゃ書きやすいです。正直ですね、このような形でですね、まあフォレストブラックって言われる色はまあ若干ですね、まあここに書いてるんですけど、グリーンブラックラックと言われてるですね、まあ、グリーンに近いのかなと思います。もはやグリーンだね。まあ、黒に近いかと言われたら黒ではないような気もしますけども、まあね、グリーンブラックっていう色の名前になってるので、まあ、若干グリーンよりもちょっと暗めかなと思います。まあ、このフォレストブラックもですね、いい色だなと思いますけども、今回ですね、まあ、今 0.5 と 0.4、どっちもね、使ってみての感想なんですけども、僕的には書いてて楽しいのは 0.5 だなっていう感じはしておりますね。なんかね、紙との相性、まあ、今回ね、スケッチブックに書かれているので、まあ、皆さんがですね、一番ね、お使いの紙に書いてみないと相性っていうのはね、まあ、難しい部分はあるんですけども、僕がスケッチブックに書いてみて思ったのは 0.5 の方が僕はですね、買うかなっていう感じはしております。そっちの方がですね、なんか書きやすさではもう 0.5 の方がおすすめっていうのが僕からのですね、皆さんへの、まあ、伝える情報かなと思います。そして最後ね、ナイトブラックっていうことでちょっと書いてみたいと思います。せーの、よいしょ。こんな感じでございます。まあね、濃ゆいかって言われたら濃ゆさっていうのはまあ、なんていうんですか、このグリーンブラックの方が濃ゆい気はしますけども、こちらもですね、0.4 ミリで、あとはナイトブラックっていうことになりますが、まあ、色としてもですね、紺色って言えば分かりやすいのかなと思います。まあね、このような形でですね、いろんな黒がですね、あるっていうことで、まあ今回はね、3色展開になりますけども、まあね、ボールサイン ID っていう商品も、その以前のね、ボールペンもですけども、文房具屋さんに多分置いてると思うので、それで、まあそっちの方がいい色があるっていうのであれば、そっちの方がいいかなと思いますし、あとはですね、0.4 ミリ、ちょっと比べてみようか。このナイトブラック探してみますね。今ちょっと探してみて、これね、0.4 ミリボールサイン ID の方なんですけども、ちょっと比べてみましょう。せーの、よいしょ。あ、なんだろう。待って。僕の感覚な、ちょっと待って。いくよ。もう一回やるわ。ちょっと、せーの、よいしょ。なんかね、僕の感覚ではですね、ボールサイン ID の方が書きやすい気はするっていうか、軽いんだよね、ボールサイン ID の方が。まあ、これがですね、正直220円なんですよ、ボールサイン ID の方がね。で、こっちが値段といえば385円ですので、まあね、低重心っていうのがですね、まあ、こちらの方が強い、今回の新発売の方が強いので、まあ、書きやすさっていうのは、これからですね、書いていくにつれてですね、やっぱこちらの方が書きやすさっていうのはね、あるのかなと思います。では、ボールサイン IDの方の他の色がですね、まあ、好きだっていう方はそちらの方を購入した方がいいのかなと思います。まあ、何より文房具はですね、全てですね、皆さんがまあ日頃ね、もうほぼ毎日触るようなものだと思うので、自分がですね、あ、これいいなと思ったものを買う方が絶対にね、いいので、ぜひですね、自分が気に入ったものを購入するようにしていただければなと思っております。まあ、今回ですね、このような形でちょっとね、ボールサイン ID プラスっていうね、ボールペンご紹介させていただきましたけども、まあね、他の色もちょっと気になったなっていうのが正直あるんですが、まあ、今回ね、3色展開ということで、まあね、正直このね、3色になったということで、まあ、僕の中では一番は、まあ、0.5 のね、まあ、ブラックを使うのが一番いいかな、色的にもだし、あとは手帳でも使えますし、メモ帳でも使えますし、まあ、重要の書類とかでもですね、まあ、こちら使えると思うので、それはですね、やっぱり一番売れるんじゃないかなと思います。正直、軸も黒ですし、めちゃくちゃかっこいいなって思いますから、まあ、それに関しては、フォルムに関してはね、全部かっこいいんですけど、正直ね。まあ、これに関して言うと 0.4 はこの軸がシルバー。そしてですね、まあ、この 0.5 だから軸が黒っていうことで、他の色でも軸が黒のやつはありますので、ぜひですね、まあ、店頭に行ってみて 0.4 か 0.5 かっていうのはですね、チェックしていただいて、どっちの方が自分とのですね、まあ、相性がいいかっていうのはね、皆さんのね、ご自身の判断で選んでいただければなと思います。じゃあね、早速ですが、こちらのボールサイン ID プラスを使って絵を描かせていただこうかなと思います。どんな世界になるのか、僕にもわからない。そして皆さんにもわからない。だから一緒に確かめていきましょう。ではね、早速ですが、皆さんと一緒にですね、こちらのボールサイン ID プラスの絵の世界はどんな世界かチェック。では皆さん、また後で。バイバーイ。